ペレット装具専門店渋川市ペレットマン群馬です。東日本大震災から10年、さまざまなそのことを忘れないとか、普段からの備えとか、いろいろな報道がありましたけども、実際に震災の時の、死因の原因の一番は、津波による水死圧死ということだそうですけども、2番目は、凍死だったというふうに聞いています。これは体育館で避難生活をしていた特に体力のない高齢者の方が3月の寒さで、亡くなっていったということだそうです。そういった悲劇を繰り返さないためにも、電気を使わなくても暖房できるストーブっていうのは非常にこれから有効なのではないかなというふうに思います。ペレットストーブメンテナンス、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットマン群馬までお問い合わせください。